先日行われたアルファロメオデイ2024、会場内にて突然参加者さんからお声掛けをいただきました。お話をお伺いしていると、水あのブルーン鮮やかな限定車 4C スパイダーイタリアで参加されているとのこと。私の動画で 4C のグレード別にオーナーからお話をお聞きしたのは、過去5つのグレードがありますが、唯一取材できずにいたグレードがこのスパイダーイタリアでした。それもそのはず、 4C の限定車の中では最も少なく、日本に15台しかありません。しかも今回取材したこの車両はさらに希少な事実がありました。それはこの個体、当時の FCA が広報車として作った1台で、限定販売された15台以外のシリアルナンバーが00番、すなわちスパイダーイタリアは連番の15台以外にプラスした広報の1台、合計16台が存在したということになります。そして今回私の動画で希少な 4C スパイダーイタリアを紹介する機会となりましたが、今までの5つのグレードに含め、私のコンペとこのイタリアで全てのグレードを動画としてコンプリートすることができました。 4C の全グレードを収めた動画としては日本唯一。今までの撮影にご協力いただいた 4C オーナーの皆様に感謝申し上げます。そしてこれらの 4C は過去動画として再生リストに入れてありますので、 4C にご興味の方はぜひ過去動画と合わせてご覧ください。それでは 4C スパイダーイタリアのオーナー SP0 さんと私の雑談にてお伝えします。今日は富士見で行われているアルファロメオデーに来ています。その中で 4C スパイダーのイタリアにお乗りのオーナーさんにちょっとお話を聞く機会ができましたので、ちょっとお聞きしたいと思います。どうも初めまして、こんにちは。初めましてよろしくお願いします。どちらからお越しです？私は福島の方から。福島ですか、はい。お名前は？SP0 SP0 さん、はい、私の動画をご覧になっていただいて、コメントとかね、いただいてありがとうございます。はい。この 4C スパイダーイタリア、限定でね、日本15台でしたっけ。入手のいきさつというか、その辺はもともと、4C どうしても乗りたくて、ディーラーさんといろいろ交渉してたんですけど、やっぱりどうしても最終サンサンストラベルのトリビュートですか、はい、あれがもうなくなっちゃって、でちょっと探してくれということ で、本当は赤いの乗りたかったんですけど、はい、なかなかなくて、でこれはどうですかって持ってこられたのがこれの車両でした。そうですか。で実は15台の中の1台ではないんですよ。アルファロメオで候補車として使われてて、タイヤスで投資番号を見ると分かるんですけど、00でっていうもので、いろんなライターさんですとか、YouTube で紹介されている車両がこれですね。そうなんですか。この時期に、ね、発売された限定車として、私の持っている 4C のコンペティツィオーネとこの 4C イタリア同時に出たんですけども、投資番号というかアルファ の、 なんだっけ、限定プレートは一応全部番号を振ってあるんですよね。例えば今番号の取り合いになるから、1番から100番だったら、100分の1って書いて、ね、1234って振ってないのが多いんですけど、イタリアとコンペティションは全部番号0で1から振ってあるので、非常に希少というか ね、 あ、 そうね、その個体はその人しか乗ってないと、はい、そういうふうに分かりますよね。はい。4C を、お乗りということですけども、やっぱこういうスポーツカーみたいなのは前々から、もともとそのこれの前に、156のフェーズ3のやつを乗ってたんですけど、どうしてもやっぱりアルファのスペッチあれ一度は乗りたいなということで、はい、探してもらってようやくですね、特別感あるし ね、あまり普及する車とはまた違うので、はい、趣味の車としては、ね、持ってこいだと思うんですけど、4C のオーナーさん前からいろいろね、私もお聞きしてるんですけども、はい、なんで 4C にしたんですかとか、いい点とかってお話かくかくいろいろ聞いてるんですけど、どんな思いですか。ですね、やっぱりこの見た目と希少性というか、カーボンバスタブっていうところが一番の、はい、ところですかね、はい、カーボンバスタブね、結構皆さんお気に入りのポイントっていうか、そうですね、本当に他の車にはない特徴、はいはい、とこだもんね、はい、
私これ選んだもう一つの理由としては、私一番最初に買った車が MR2 だったんですね、はいはいはい、でミッドシップだと思うんですから、もう初めの車がミッドシップだったらもう終わりの車をミッドシップにしましょうという思いで。あ、そうですか、はい、まあ、2人乗りでね、そうですね、まあ、普段の利便性とかそういうのはない車かもしれないけども、はいはい、アルファってなんていうかな、ずっと続いていくって感じがないじゃないですか。私も要するに買った時思ったんだけど、ね、うん、4C 多分次同じようなものモデルチェンジして出てくるかっていうと、はいはいはい、ないって思って、ね、それで私も思い切って買ったって点があるんで、普段使っていてあれですか、もう完全趣味車みたいな。そうですね、もう通勤とかには当然使わってはいないので、はい、そうです地元とかやはりこういうアルファのつながりみたいなやっぱあります。一応東北の中でその 4C の、あのオーナーズクラブみたいなものをずっと、はい、作ってます。 あるんですか、はい、私も参加させてもらってます。あ、はい、そうですか。今日出てらっしゃる方で東北地域っていうかいらっしゃいますかね。同じいわきナンバーで SZ かなの方と、あと山形ナンバーでブレラの方が、はい、一緒に来てまして。そうですか、はい、このイベントはじゃあ定期的に、まあ、毎年 ね、やってて、ね、歴史も長いイベントですけども、はい、参加っていうのは何回かされてるんですか。今回で11回目です。あ、じゃあずっと前、はい、じゃあ結局前乗ってた、そうです、はい、156の頃から、はい、そうなんですか。あ、まあ、私もこのイベントやってることは分かってたんだけど、自分がねやっぱアルファ買って興味があるんで、はい、まあ、ね、天気良かったりすれば、そうです、ね、まあ、地元だしね、来なきゃ皆さん県外からね、はいはい、来てらっしゃる、わざわざ来てらっしゃるんで。サンデーミーティングの方も、ね、参加してみたいなと思ってるんですけどなかなかちょっと遠いんでね、ちょっと遠いですからね、難しいですね、はい、サンデーミーティングも 4C のオーナーさんちらほらと最近来られててね、はいはいはい、うん、一体からその車自体がないじゃないですか。あ、そうですね、 4C 自体が、はい、数がどうしても少ないですからね、ね、はい、だからまあ街で見かけるっていうのもほぼないし、こういうイベントで、まあね、これだけ、うんうんうん、こういうイベントだったら当然たくさん集まられる、はいはい、そういうところでね、オーナーさんといろいろお話を聞くのも、はい、まあ、楽しくていいですよね、はい、うん、今日もね、私も不意に見学してたらお声がけいただいたんでまさかね、フォーシースパイダーのイタリアの、ね、オーナーさんかと思わなくて、もう一応ちょっとお会いしたかったので、ね、いやいや、そんなこと言っていただいてありがとうございますアルファのって言うのもなんですけど、ロータスも好きなんですよ。ああ、そうですか系統はね似てるの で、ね、またいろいろ動画上げますんで、よければ、はいはい、よろしくお願いします。ご視聴お願いします、はいはい、今日はじゃあありがとうございました。ありがとうございました、はい、失礼します。